いやー、 YouTube でメンズファッションについて検索するといろんな人が出てくるんだよな。たくさんのチャンネルのバリエーションがあるのは嬉しいんだけども、どのチャンネルがいいのかがいまいちよくわかんないんだよな。そういえば前にしゅんさんがメンズファッション YouTuber の比較やってたけども、あれ意外とわかりやすかったんだよな。でもあれからだいぶ時間が経って、さらにいろんな YouTuber が増えてきて、まあ今はどれがいいのかがよりわかんなくなってきたから、そろそろそのあたり語ってくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回は動画なんですが、メンズファッション系 YouTuber 徹底比較しますというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、 YouTube でメンズファッションのことを検索すると本当にいろんなチャンネルが出てくるわけなんですね。僕が YouTube を始めたのは今から5年前だったんですが、まあ、その頃にはまだまだですね、メンズファッション系の YouTube チャンネルは多くなかったんですね。でこの5年間でちょこちょこと増えてきて、まあ、だいぶ今ではバリエーションが広がったかなと思います。いろんなバリエーションがあるということはとても嬉しいんですが、あまりに選択肢が多すぎるとどれが自分にフィットするのかわからないというですね、新たな悩みがですね出てくるわけなんですね。そこで今回は久々になるかなと思うんですが、メンズファッション系 YouTuber いろんな方いらっしゃいますが、その中でも個人的にですね、ここは注目しているというところをですね、現役のファッション系 YouTuber の視点で結構ディープにお伝えしたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。意外とこういったお話をするような YouTuber の方っていらっしゃらないと思うんですよね。僕はですね、結構チャンネルの中でいろんなトライアルをするのが好きなので、こういった企画もですねどんどんやっていきたい方なんですが、これからメンズファッションについていろいろと情報を集めたい方に一つの指針になればいいなということで、今回この動画を撮っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。で今回出てくるチャンネルとしては8個ですね。ですが、まあ、もっともっとたくさんのチャンネルがあって、まあ、僕自身も見ているものもあったりするんで、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回のチャンネル以外でかっこいいよというのがあったら、チャンネル名と良いポイントについてコメント欄で教えていただきたいんですね。こちらの動画を見ていただければ、僕が語っている内容プラスアルファ皆さんのコメント欄で様々な有益なメンズファッションチャンネルが分かるよという形にしたいかなと思うので、ぜひよかったら皆さんもですねコメント欄で教えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に様々なメンズファッション系 YouTuber の方をですね、僕の視点で皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずですね本編に入る前にちょっとですねお伝えしておきたいことがありまして、まあいろんなファッション系 YouTube のチャンネルありますが、その際にですね結構目立ってくるのがチャンネル登録者数かなと思うんですね。これが高ければ高いほどなんとなくですね価値が高いような気もするかなと思うんですが、そんなことはなくて、まあ一つの傾向だと思ってるんですね。僕自身ですねファッション系 YouTube チャンネルいろんなものあると思ってるんですが、大きく2つのですねジャンルに分けることができるかなと思うんですね。1つが、まあ、チャンネル登録者数が多くてマスに向かって発信しているようなチャンネルですね。まあ、主にユニクロだとか GU グローバルワークだとか、買いやすい価格帯でメンズファッションを分かりやすくみたいなコンセプトのチャンネルですね。こういったところってやっぱりですね見ている人とか、まあ、当てはまる方が多かったりするのでチャンネル登録者数が多くなるんですね。一方で自分自身の好きなスタイルだとか、かなりニッチにですねこだわり深くやっているチャンネルもあったりするんですね。そういったところって結構ですねチャンネル登録者数でいうとあんまり多くないんですが、その代わり内容が濃いしファッションが好きな方にとってはたまらないようなチャンネルだったりするんですね。この2つの方向性って全く違うんですよ。もうなんなら同じファッションなんだけども世界観が違うと思ってるんですね。それぞれに魅力があって、僕はどっちもどっちでいいと思ってるので、このあたり頭の片隅に置いていただくといいんじゃないのかなと思っています。そしてここからですね具体的にチャンネル皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はもう言うまでもないですね、最も有名なファッション YouTube チャンネルはこちらかなと思うんですね。 MB チャンネルですね。僕も一度コラボレーションさせていただきましたし、なんか個人的にはですね同期のような感覚があるんですね。一冊目の本を出したタイミングも本当に同じぐらいですし、実は同い年だったりだとか共通点が多いのが MB さんなんですけども、このチャンネルはですね
ですね、まあ、めちゃくちゃよく見られておりまして、まあ、現段階でも40万人超えてるというところで非常にですね人気のチャンネルになっています。先ほどお伝えしたようなですねマスに向けた内容かニッチ向けの内容かでいうと完全に前者ですね。なるべく多くの方に親しみやすいようなユニクロですとかあとは GU 無印良品ギャップザラこのあたりをですねメインとして取り扱っているのが MB さんのチャンネルなんですね。ある意味で僕のチャンネルとも近しいテーマだと思うんですね。僕も完全にニッチ寄りではなくてマス寄りの内容を皆さんにお伝えしているので結構僕と MB さんって内容的にはですね被ることも少なくないかなと思うんですね。ただやっぱりどういった人間がそのテーマを切るのかによって全然ですね語り口が変わってくるんですね。 MB さんは僕と比較するとやっぱりこう商品だとか素材に対するですね知識だとか経験値も非常に深いですしあとはセンスもものすごくいいしさらには圧倒的なアウトプット量ですね。ここはですね僕には真似できないようなパワーを持ってるんですね。もうメルマガをやってたりだとかブログやってたりだとかボイシーやってたりだとかよくそんな仕事量できますねぐらいですねいろんなものをですね手掛けてるのが MB さんなのでそのインプットとアウトプットの量の差で僕は圧倒的に負けてるなというのをですねもう降参してるぐらいすごい存在かなと思います。で MB さんがこういったファストファッションブランドを紹介するときにやっぱりですねベーシックなところは抑えつつもどこかこうトレンド感だとかあとはちょっとモードっぽいお洋服に対する知識だとか経験値も豊富なので僕よりもそういった部分が結構研ぎ澄まされた雰囲気で発信されてるなという印象があります。僕の場合はバックボーンがですね割とこうイタリア系ファッションが好きだった時期もあったりだとかまあドメスティックブランドが好きだったりだとか割と大人っぽいベーシック路線というところが僕のですね軸にあるのでまた同じようなファストファッションブランドを紹介していても紹介するアイテムが違ったりだとか刺さるポイントが違かったりするので結構両者で意見が分かれるところではあるかなと思います。そのあたりをよく比較しながらお互いの動画を楽しんでいただくのもいいと思います。 MB 派の方もいらっしゃると思いますし僕派の方もいらっしゃると思いますし関係なくてどちらも雑食で見てる方もいらっしゃると思うんですがこのあたりは一つ差になってくるかなと思います。で MB さんは僕よりももうちょっと年齢層が若い方にもハマるかなと思ってまして20代の方30代の方そのあたりがですね結構見られてる印象で僕の場合が30代の後半から割とそれよりも上の方も見たりしてるので見てる人の世代だとかが微妙に変わってくるかなと思うんですね。このあたりも MB さんと僕の見た目を比べていただくと分かりやすいんですが MB さんの方がちょっと若々しいですねシャープな雰囲気で僕の方がちょっと落ち着いた感じといいますか割とベーシックでプレーンな感じにまとまってるかなと思うのでそのあたりもですね比較しながら見ていただくとすごくいいのかなと思います。情報量もすごく多いチャンネルなので、まあ、ぜひ皆さんもですね引き続き MB さんのチャンネルもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のチャンネルなんですがこれもですねもう皆さん絶対に知ってるチャンネルかなと思います。源氏さんのチャンネルですね。なんと登録者数100万人を超えました。このメンズファッションというジャンルの中でチャンネル登録者数100万超えたのは源氏さんが初めてなのでこれはもう快挙だと思ってますね。僕もですね現在30万人なんとか超えたぐらいなんですけど100万人はもうなかなかですねイメージが湧かないぐらい遠い距離かなと思ってるんですね。そこに到達した源氏さんは素晴らしいなと思っています。世代的には僕と比べるとやっぱり10個以上下になってくるので主に20代から30代の方がですねメインターゲットになってくるかなと思います。やっぱり10個ぐらい違ってくるとトレンド感だとかどのあたりがベーシックと感じるかというですねこの視点も全然変わってくるんですね。だからこそ僕は源氏さんの動画って定期的にですねチェックしてるんですね。意外と MB さんのチャンネルって僕見ないんですよ。これなぜかというと結構世代的にも近いので見ちゃって影響されちゃうのもちょっと申し訳ないので MB さんのチャンネルってほとんど見ないんですね。ただ源氏さんに関しては10個以上離れてるので若い世代のトレンドだとか今の感覚っていうのを掴むために結構定期的に見てるのは源氏さんのチャンネルなんですね。源氏さんのチャンネルですごいなと思うのは結構ですね自腹でいろんなもの買ってるんですね。結構圧巻なのが黒スニーカーだけでブワーッと買い揃えてあったりだとかあとはメガネだとかアクセサリーももうコレクションのように買ってあったりするのでこういうのを見ていてめちゃくちゃ面白いです。もちろんユニクロだとか GU みたいなですねファストファッションブランドのですね紹介もしていて僕のチャンネルに比べるとやっぱりもうちょっと感覚が若いような雰囲気で今のトレンドに合ったところをバシッと伝えてくれるのでそのあたりも参考になるかなと思うんですがアイテム単体でくくった動画とかもめちゃくちゃすごいのでああこれはなかなか自分には真似できないなといつもですね圧倒されてるんですけども、まあ、それ以外にもですねヘアスタイルだとかメンズメイクだとか、まあ、そのあたりもしっかりと
切り込んでるし、まあ見ていてチャンネルの内容は非常に濃くて面白いんですね。で、これはファッション YouTuber 視点なんですけども、編集もめちゃくちゃ洒落てるんですよ。僕もいろんなですね、チャンネルを見ていますが、ファッション系だけではなくて、いろんなライフスタイルとかも含めた上で、ゲンジさんとこの編集ってめちゃくちゃ凝っていてセンスいいんですね。通常の動画だけではなくて、ショートも頻繁にアップされていくので、このあたりのチームの力ですね。まあすごい。さすがナンバーワンファッション系 YouTuber だなと思うんですが、このあたりは、まあ、ぜひ参考にしていただきたいなと思うんですね。まあゲンジさんのチャンネルって僕のチャンネルよりももっと前からやっていたわけなので、当時はだいぶ若くて、僕もちょっと参考にするには若すぎるかなと思ったんですが、そんなゲンジさんももう30代迎えてるかなと思うので、割とですね、大人っぽいような雰囲気の動画も出してるので、結構僕ら世代にも使えるかなと思うんですね。まあ残念ながら僕はゲンジさんとまるで接点がないわけなんですが、メンズファッション YouTuber の中では最もですね、影響力もありますし、ご自身のブランドですね。僕自身も実は何回か実際に買ってみたことがあるんですが、あの価格帯でこのトレンド感とバランスっていうのは結構バグってるなと思うぐらいですね、良いものも多いので、まだそういったゲンジさんのブランドのコーディネート動画とか作ってないんですが、まあそのうちやってみるのも面白いかなと思うぐらいですね。やはり注目度抜群に高い YouTuber かなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、ちょっと自分より若いかなと思うかもしれないですが、まあ一つの価値観として見ておくと勉強になる点すごく多いかなと思うので、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて3つ目のチャンネルなんですが、まあこれまでご紹介した MB さんだとかゲンジさんっていうのは、まあ大体こう20代から30代ぐらいのところをですね、まあカバーしているようなチャンネルかなと思うんですが、もうちょっと上ですね、40代とか50代みたいな大人世代に向けてしっくりくるようなチャンネルというのは、やっぱり星葉さんが関わっているようなチャンネルかなと思います。まあ星葉さん、皆さんもご存知かなと思うんですが、大人の男性のもう憧れみたいな存在で、まあスタイルもいいし、センスも研ぎ澄まされていて、僕自身もすごく憧れの存在なんですね。僕がイタリアファッションが大好きだった頃、やっぱり星葉さんってものすごくチェックしてましたし、いやすごいな、こういった存在になりたいなと思っていたのがまさに星葉さんという方なんですが、まあ、そんな星葉さんがですね、よく出演されている番組としてフォルツァスタイルさんとか、あとは BR チャンネルですね、この2つがあるんですが、個人的には BR チャンネルが結構使いやすいなと思います。フォルツァチャンネルに関しては割とこうファッション系もあるんですが、まあ、それ以外のこうライフスタイルですね、時計だとか、あとは車だとか、まあ結構ですね、星葉さん以外のコンテンツも豊富だったりするんですが、まあ、BR チャンネルに関しては結構星葉さんが出てくる割合がやや多いのと、あとは星葉さん以外にもですね、元メンズクラブのですね、編集長であった戸賀さんですね、まあ、戸賀さんもめちゃくちゃ素敵な方なんですよ。大人の男性が参考にすべき知的ですごくバランスを取れたコーディネートをですね、提案してくれる方なんですが、まあ、戸賀さんもよく出ていらっしゃいますし、あとは女性の方が出演されて、女性の視点でファッションを語ったりだとか、結構コンテンツ自体も充実感が抜群なんですね。まあお金かかってるなと思います。僕みたいな一人でやってるチャンネルっていうのはですね、まあ正直いつも同じ場所でですね、一人で撮ってるわけですから、そんなにコストはかかってないわけなんですが、まあ、BR チャンネルさんなんかはめちゃくちゃコストかかってるなと思います。主に40代50代の大人世代でイタリア系カジュアルファッションというところを軸足にしてるので、まあ、ジャケットの着こなしだとかサイズ感で言ったら、まあ割とジャストサイズが多かったりだとか、安心感のあるようなスタイルがすごく多いかなと思うので、まあ、ぜひこちらのコンセプトというところはですね、皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。まあ、ただやっぱり1点ずつのアイテムが安くはないので、そのあたりはですね、ちょっと再現しようとすると大変かなとは思うこともあるかなと思うんですが、そのテイストをよく理解しながら、もうちょっと価格帯を抑えたところで服を買ったりだとかっていうのもすごくいいので、本当に参考になるのが、まあ、BR チャンネルだなと思ってますし、見ていてやっぱりですね、構成がもうどちらかというと YouTube というよりは番組っぽい感じなので、すごく見応えがあるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、改めてチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のですね、チャンネルなんですが、こちらですね、中中男子メンズファッションチャンネルですね。まだ登録者としてはそこまで多くはないんですが、結構このチャンネルはですね、勉強になるなと思う方多いんじゃないのかなと思います。先ほどですね、大人向けのファッションチャンネルとして、まあ、BR チャンネルだとか、あとフォルツァさんですね、このあたりをご紹介しました。他にはですね、僕もコラボレーションしたジェディアファッションチャンネルさんだとか、ルッチカーレさんだとか、このあたりがまさにこう大人っぽい
ぽい着こなしをですね軸にしたチャンネルかなと思うんですね。まあイタリア系ファッションが中心なのでジャケットだとかセットアップだとかちょっときれいめ寄りかなと思うんですね。まあどのチャンネルもですね結構使っているアイテム自体は結構高価なので、まあ、すごく素敵なんですがなかなか気軽にトライしづらいなというところもひょっとしたらあるかもしれないんですね。まあ、そこをうまくカバーしているのがまさに中中男子さんだと思っていまして、特にターゲットとしている世代はですね40代50代60代というところで大人世代の方々に向けているんですね。だけども使っているブランドに関してはユニクロとか無印良品ですね、このあたりが多いなという印象ですね。まあ、より大人の男性に似合いやすいというところでこのあたりのブランドをチョイスしているかなと思います。オーソドックスで使いやすいものが多いし、実際にチャンネルを運営されている方が着用して説明してくれるんですが、まあ、僕自身が50代の方のコーディネートを解説するよりも実際にその世代の方が着ていただいた方がより分かりやすいかなと思うんですね。そういったところではリアリティがあって再現しやすいのが中中男子さんかなと思うので、ここはぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、タイトルの付け方とかまとめ方みたいなところも結構僕のチャンネルと共通点があったりとか近しいところを感じるんですが、そのあたりも含めて僕のチャンネルと合わせて見ていただくとすごく分かりやすいのが中中男子さんかなと思います。なかなかこのような40代50代ぐらいの方々をフォローした動画とかチャンネルって多くはないので、その中でも定期的に動画をアップしていて、スタイリング自体もすごくプレーンで使いやすいというところは本当に少なくて稀だと思うので、このチャンネルはこれからもさらに伸び続けるのかなと思っていますので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて5つ目のチャンネルなんですが、こちらですね、タクゾー元教員の Vlog というチャンネルですね。まあ、こちらもですね結構長くやられているチャンネルなので、まあ、皆さんも一度は見たことがあるかなと思うんですね。でタクゾーさんのですね YouTube の特徴としては、僕の中ではですねゴリゴリのアパレルの人という印象よりは結構ですね街で時々見かけるようなおしゃれなお兄さんという印象が強いんですね。アパレル系の人って結構ニッチなところにグーッと入ってったりするんですが、街で見かけるおしゃれな人ってアウトドア系ブランドをうまく使っていたりだとか、ちょっとスポーティーな着こなしですね、このあたりをうまく表現していて、そういった人って僕は好感度高いと思うんですね。タクゾーさんの動画の中にはそういった雰囲気が感じられていて、ゴリゴリのファッション系に振りすぎずにだけどもスポーティーで爽やかで好印象なスタイルというところをしっかりと提案しているので、このあたりのチャンネルも意外と希少で僕はですね価値が高いんじゃないのかなと思っています。まあ、主にですねノースフェイスだとかパタゴニアだとかこのあたりのアウトドアブランドのイメージが僕の中では非常に強いんですね。しっかりといろんなモデルのダウンをですね比較していたりだとか、ショートパンツだけで様々なバリエーションを紹介しながらどれがいいのかというところをしっかり検証していたりだとか、非常にですねそのあたりのまとめ方ですね秀逸だなと思います。まあもちろんですねスポーツ系ブランドもやってますが、ワークマンだとかファミマの商品だとかそのあたりもしっかりとやってますし、結構価格帯の高いブランドなんかも時々やってたりするので、しっかりとした見応えもあるんですよね。で僕のチャンネルでは全くやらないようなご自身のですねプライベートなことも時々発信されていたりして、そのあたりにも好感も持てますし、すごくこうチャンネルとしてのですねバラエティが豊かで見ていて楽しいのがタクゾーさんのチャンネルかなと思います。まあ、スポーティーな着こなしを楽しみたい方、アクティブに見せたいという方にはタクゾーさんのですねチャンネルがバチッとハマるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。特にスポーツウェア系でいうとメンズファッション YouTube の中で最もですね情報量が豊富なのがタクゾーさんかなと思うので、まあ、そういった視点も含めてぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて6点目のですね YouTube チャンネルなんですが、こちらですね石川俊介の〇〇〇と読んでいいんですかね、こちらですね。まだスタートしてからそんなに長くはないんですね、1年ぐらいかなと思うんですが、急激にですね影響力を高めているのがこちらのチャンネルかなと思います。僕自身もですね実際に楽しみに見ているのがこちらのチャンネルになるんですね。まあ、冒頭にお伝えした通り YouTube チャンネルにもですね2つのジャンルがあるというふうにお伝えしました。マス向けのですね情報をお伝えしているようなチャンネルと、割とこうニッチなところですね、発信者の方の強いこだわりが詰まった YouTube チャンネル、2つに分かれるかなと思うんですが、石川さんのチャンネルに関してはどちらかというとやっぱりですねお仕事だとか立場柄しっかりとディープな情報をお伝えしているんですが、だけどもその中に僕らですねマス向けのファッション YouTuber 的なですねベストバイだとか買ってよかったものだとか、そういったものもちゃんとですね含まれているので見やすいんですよね。結構ですねいろんなファッション
ション系 YouTube を観察してると、かなり業界の有名なスタイリストの方だとか、ファッション業界の重鎮の方だとか、そういった方もですね YouTube やってたりするんですね。見ていてそういったチャンネルめちゃくちゃ刺激になりますし、個人的には大好きなんですが、やっぱり YouTube 自体をですね長く続けていくのっていうのはめちゃくちゃカロリーのいる作業なんですね。そうなると結構途中でやめてしまったりとか、最近更新ないなという形でですね見なくなっちゃうチャンネルも少なくないんですね。それすごく残念だなと思っているんですね。やるからにはそれなりにたくさんの方に見ていただいて、 YouTube やることでこういった影響力があったっていうところがないとなかなか続けられないと思うんですね。その中で石川さんのチャンネルっていうのはかなりディープなところもしっかりとお伝えしながらも、一般の方が見てもですね分かりやすいところもしっかりと抑えているので、結構ハイブリッドな存在だなと個人的には感じてるんですね。本当にファッションが好きな2な方はめちゃくちゃ楽しめると思いますし、それ以外の方が見てもファッションデザイナーの生態というところがなんとなく垣間見えるので、すごくですね楽しいチャンネルかなと思います。マーカというブランド自体、僕自身も何度も買ったことがありますし、よくお店で見かけるブランドなんですが、まあ、そういった人気ブランドを手掛けている方のですね YouTube なので、素材に対するこだわりだとか、ご自身のアイテム選びの1点ずつの基準もすんごいディープなんですね。この深さというのは僕みたいな YouTuber にはまるで出すことができないような深みなので、まあ、アパレル業界の人だとか本当にファッションが好きな人が見て満足できるのが石川さんのチャンネルだなと思います。結構ですねルームツアーの動画とかもすごくて、もう大興奮で見てましたね。こんな名作が揃っているお部屋で YouTube 撮ってるのかと考えると、それだけで羨ましくも感じるんですが、やっぱり本業のですねファッションデザイナーとしてもう大成功されていて、そのバックボーンを持ってこその YouTube なので、まあ非常にですね見ていて楽しいですね。まあ、こういったちゃんと深いところまで語れるチャンネルが一時期だけやるんじゃなくて、結構定期的に動画を出し続けてくれて、チャンネル登録者数というところも増えていって、多くの方にファッションのですね楽しみを伝えてくれというのはとても素晴らしいことだなと思うので、個人的にすごく楽しみにしているチャンネルかなと思っています。まだ見たことがない方はですねぜひこちらもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて7点目のですねチャンネルはですねこちらですね、せいやさんのチャンネルですね。まあ、こちらはファッションチャンネルというわけではなくて、まあ、ライフスタイルだとかインテリアですね、このあたりをメインにした内容が多いんですが、その範疇の中に時々ファッションが入ってきて、それらの動画というのがめちゃくちゃセンスが良くてですね見ていて心地がいいので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思います。先ほどからお伝えした通りマス向けの動画というよりは結構ニッチなんですけども、だからこそなんだろう、再生回数だとかチャンネル登録者数を伸ばそうだとかそういった意図があるような動画ではないので、なんか見やすいですし、やっぱりこういったファッション畑じゃない方の動画っていうのは結構僕は信頼感高いなと思ってるんですね。僕が言うのもなんですけども、まあ、このせいやさんという方のことを僕はすごく存じてるわけではないんですが、まあ、アートディレクターだとかグラフィックデザイナーみたいなことをされてる方なので、やっぱりベースのセンスがめちゃくちゃ高いんですね。まあ、インテリアの動画とかライフスタイルの動画自体もすごく参考になって好きなので僕自身も見ているんですけども、そういった方の日常的な着こなしですね、インテリアとかそういったものとの世界観の調和が取れていて、ユニクロを使ったスタイリングなんかも見せてくれてますし、ご自身の世界観でしっかりとコーディネートを作ってくれていて、その雰囲気が僕は気を照らってないし大人世代には似合いやすいようなそんな雰囲気を持っているので、すごく参考になるかなと思うんですね。まあ、映像自体も美しいので、僕みたいにですねこうベラベラと解説するようなおしゃれな雰囲気とはちょっと遠いような感じじゃなくて、ちゃんと空気感自体が美しいので、そのあたりも含めて、まあ、見ていただくとすごくいいのかなと思います。ファッション系 YouTuber のファッション系動画もいいんですが、こういったライフスタイル系の方の日常的な着こなしに関しての動画というのは僕は結構いいなと思うので、まあ、ぜひこういったところにもですね目を向けていただくと着こなしの幅が広がるんじゃないのかなと思っています。今回はせいやさんの動画をお伝えしましたが、このようにちょっとニッチなんだけどもすごくいいチャンネル、登録者数自体はそんなに多くないんだけども見てみたらすごいぞというチャンネルってもっと世の中にはたくさんあると思うんですね。残念ながら僕自身ですねファッション系 YouTube をめちゃくちゃ見るかというとそんなことはないんですね。意外と YouTube 見ることは多くはないので、皆さんの方がよく知ってるチャンネルもたくさんあるかなと思うので、まあ、さらにですね皆さんのおすすめのチャンネルがあれば教えていただければなと思っています。
はい、続いてラスト8個目のですねチャンネルなんですが、僭越ながらですね僕のチャンネルもご紹介させていただければなと思います。スタイリスト大山俊のメンズ服講座というものをですね運営をしています。もう5年間くらいやっていますかね。まあ気づけばこんな長い期間 YouTube のチャンネルをやっていたわけなんですが、まあおかげさまでチャンネル登録者数ですね30万人を突破したということで、まあやっぱり完全にですねマス向けのチャンネルになっています。ニッチなところというのは実はほとんどやっていなくて、僕の中ではですね切り分けがありまして、普段のチャンネルの中ではマス向けのものをやって、実はこっそりとメンバーシップチャンネルというものもやってまして、そちらの方では結構ニッチな内容をやってるというところで2つを使い分けるようにしてるんですね。まあ、僕のチャンネルというのはゲンジさんだとか MB さんだとかチューチュー男子さんとかと同じようにですねユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品ですね、このあたりをメインとしてお伝えしているんですが、結構ですね他のチャンネルと違うところで言うとセレクトショップのオリジナルですね、このあたりもですね結構頻繁に取り入れるようにしてるんですね。まあ、セレオリというと結構ですね価格差なんだかんだであるんですが、セレクトショップの中でのセカンドラインですね、ちょっと価格帯を抑えたところのお洋服をですね僕はお勧めすることが多くて、グリーンレーベルだとかアーバンリサーチドアーズだとか417エディフィスだとかシップスエニーだとか、このあたりですねセレクトショップの中でも割と買いやすい価格帯なので、このあたりとファストファッションブランドをうまく掛け合わせていただくと割とバランスを取れた着こなしができるんじゃないのかなというふうに個人的には感じてるんですね。あくまで100点満点中の100点を目指すような着こなしではなくて、まあ80点ぐらい目指せたらもう上等かなという形で僕のチャンネルは運営をしています。おしゃれがちょっとわからない、どうすればいいのかわからないという方に向けてなるべくベーシックな内容をお伝えしているんですが、その中にも程よくトレンド感をミックスしながらですね皆さんに動画をお届けしているので、まあ、まず最初にですねファッション系の YouTube のチャンネルを見ようと思った時に僕のチャンネルは比較的プレーンで見やすいかなと思います。一方である程度クロートの方からすると見ていて退屈だと思うんですよね。もうベーシックすぎるなとか、なんかつまらない着こなしだなと思う方もいらっしゃると思うんですね。僕自身もそうです。服が好きなのでこの着こなしちょっとこう寂しいなとか、もうちょっとエッジ効かせたいなと思うこともあるんですが、ある程度僕のチャンネルの中でのコンセプトというのは揺るぎがなくて、おしゃれが苦手な30代40代の方に向けて、まあ、まずはベースとなる着こなしをお伝えしたいということでですね、皆さんに様々なアイテムだとかコーディネートの解説をさせていただいています。まあ、このですね軸はブレることなく5年間やってきまして、これからもですねこのあたりは変わらずに展開していきたいなと思ってるんですが、ちょこちょことですね変化を加えてるんですね。最近で言うと編集の内容を変えてみたりして、ちょっとオープニングの動画を一部使ったりだとか、切り替えの動画を変えてみたりだとか、コーディネートの解説の時にアイテムに寄ってみたりだとか、ちょっとしたアップデートですね、後ろのインテリアを変えたりカメラを変えたりだとか、1ミリでも成長できるように日々ですねアップデートしながらやっているので、まあ、ぜひ僕のチャンネルもですねよかったら皆さんこれからも見ていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん今回の動画ではですねメンズファッション系 YouTube チャンネルをですね徹底比較というテーマでお届けをさせていただきました。まあ本当にですねいろんなチャンネルが存在しますね。その中でも結構有名なチャンネルから、まあ、ニッチなんだけども素晴らしいチャンネルまで皆さんにご紹介させていただきました。あくまでですね現役のファッション YouTuber なのでその感覚でお伝えさせていただいたわけなんですが、まあ、ぜひですね皆さんも再度お伝えしますが、このチャンネルもいいよだとかここら辺も見応えあるよというのがあったらですねコメント欄でお伝えいただければなと思います。そしてこれからもいろんな新しいチャンネルは出てくると思うんですね。まあ、そういったチャンネルですね負けないように僕自身も切磋琢磨しながらですね伝え方だとかセンスだとかファッションの知識を深めながら皆さんにですね少しでもお役立てができればなと思っています。今回ご紹介したチャンネルの中で面識がある方って実はあんまり多くなくて MB さんぐらいですか。あとは誰もですねちょっとこう接点がないんですね。星葉さんとはニアミスだとか、あと卓蔵さんもですね実はちょっとだけお見かけしたことがあったりするんですが、まあ、お話はしたことがなくて、それ以外のチャンネルに関してはもう独断と偏見でお伝えさせていただいているわけなんですが、忖度なしでしっかりめにお伝えしています。まあ、ぜひ皆さんもですね一つのチャンネルに偏ることなくいろんな要素をミックスした方がいいと思うんですね。まあ、一人ずつみんな別の人間なので、どういったファッションを経て今に至っているのかという過程がですね全然異なるわけですね。その過程が違ければやっぱり
ですね、表現の仕方も変わってくるので、同じですね T シャツ1枚解説にするにしても全然ですね方向性が変わってくると思うんですね。それをなんでこんなに違うんだよと思うんじゃなくて、こんなに伝え方に幅があるんだなっていうところで楽しんでいただくといいと思うんですね。一人の人に偏りすぎてしまうと、それまたですねファッション楽しさとしてはどうしてもですね広がりが出てこないので、もう僕はつまみ食いでいいと思ってるんですね。まあ、どこかのチャンネルをベースにしながら、まあ、本当にですねいろんなものをミックスしながら皆さんのですねファッションっていうものをよりアップデートさせていただきたいなと思ってるんですね。その中で僕のチャンネルもですね忘れることなくたまにはチェックしていただければなと思いますので、ぜひ今後もこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、こちらのチャンネルは割とこうマス向けにやっているんですが、僕がですねちょっとニッチな方向でやってるチャンネルがありまして、それが YouTube のメンバーシップチャンネルなんですね。普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないような僕自身が実際に買っているものだとか好きなコーディネートだとか、そのあたりを結構マニアックに話しているのがメンバーシップチャンネルなので、ちょっと普段の僕の動画に飽きてきたなという方はちょっとだけ覗いてみるのも面白いかなと思うので、気になる方はですねぜひ概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。